ズアップです。はい、今日は姫路、東新宿に来てます。姫路というか兵庫県ですね。兵庫県、はい、はい、で、なんと4年前にこのメンバーで撮影してるんですよね。牛尾有奈です。牛尾有奈さん、何年生ですか？今高1です。高1年生、16歳、15歳、15です。15歳、はい、はい、神楽俊一です。はい、もう一回お願いします。神楽俊一です。何歳ですか？13歳です。中学校1年生？いや、2年生。2年生ですね。はい、はい、お願いします。堀田ゆずきです。はい、11歳です。何年生ですか？6年生です。はい、そうですね、全く同じ座り並びで、未来のチャンピオンということで、はい、それから30年経ってますが、はい、4年経ってますが、どうですか？そうですね、皆さん大人になりましたね。まずは、自己紹介選手、はい、ミネルヴァのスーパーライクチャンピオンになって、そうですね、で、シュリ選手はミネルヴァのランカーです。無敗、はい、鈴木ちゃんはもう数々のタイトルをね、はい、メンダローかって言ってますからね。すごいですね、すごい活躍されて、はい、もう皆さんすごい、東新宿女子ね、まあちょっと後ろで佐保選手もいますけど、皆さんちょっと大活躍です、大活躍ですね。まさか4年前の彼女たちがここまで活躍するとは、そうですね、すごいです、ね、すごいんだって、もうなんか趣里ちゃんが一番変わってるね。あ、そうそう、さっき見てて思ったの。あの本当にちっちゃいあの、うん、女の子だと、そうですね、今は試合が怖い女の子だね、そうですね、はい、あの女バンド入りなんで、の入りって、まあ、言ってますよね、ツルザップさん、はい、はい、じゃあなんか聞いていきましょう、はい、はい、そうですね、じゃあまずはこう今日、試合決まってるのは首里選手と柚木選手、はい、はい、そうですね、まあ、有奈選手は、まあ、現役チャンピオンなんですけど、まあ、ちょっと休養するということで、はい、どんな心境ですか皆さん、じゃあ一人一人聞いていきましょうか、はい、あれからね、じゃあまず柚木ちゃん、はい、はい、今回初めてのセミプロなんで、まあ、あのスネとか初めてなんでちょっと緊張はするんですけど、いつもと変わらずぶっ倒したいと思います。はい、おお、そうですね、はい、誰ちゃん、誰です？一度対戦している、夏美選手、あークインビー、クインビー夏美選手、クインビー選手、はい、試合決まってるんですよね。そうですね、いつだ、今週17とか18日にプロの試合出るんですよ、中学生の、はい、まあ年下には分からないよね、はい、ね、はい、ということで続きまして首里選手、はい、まあ、次強いって言われてる相手なんですけど、うん、まあ、ここでしっかり勝ってでタイトルマッチに近づけるように頑張りたいです。はい、ゆり子選手ですね。そうですね、ゆり子選手この間もダウン奪ってね、はい、今正直有奈選手がね次返上するということで、はい、上野ヒッポー選手と、奈々選手が対戦、あ、まあ、そのセミのカードで正直奈々選手が一番やりたくないのは首里選手って言ってましたからね。ちなみにあの有奈選手はあのヒッポー選手とも奈々選手とも試合してるじゃないですか、なんか どうですか2人の印象は。2人の印象はもうどっちも、あと自分のなんか勢いをなんか押し通してくる感じなんで、なるほど、まあ、自分の苦手なタイプではあるんですけども、どっちも頑張ってほしいです。噛み合うかなと。そうですね。ちなみに勝敗予想は言いづらいか、一歩で言いづらいです。なんか他ありますか？そうですね、ちょっとこの絵がなかなかいい感じで、一応あの今日考えてるのはあの4年前と同じ攻撃を、はい、もらうんですか津田さん、大丈夫ですか？はい、レガースしっかりつけていただいて、なるほど、ゆずきちゃんにローキック食らって、はい、しゅりちゃんはあの3発ね、あれ、ね、さんローキック大丈夫ですか？チャンピオンですよ、ほんまもんですよ。いや、もう4年でどれだけ、はい、どれだけ成長したか、はい、じゃあ最悪ね、僕ら今日8時間かけて車で来てるんですけど、置いて帰ります。、はい、ということで、はい、ね、未来のチャンピオンたちで、まあ皆さん大活躍してるんで、今日はちょっとね、ツルザップさんとの対決も踏まえて頑張っていただきたいと思います。はい、はい、ではよろしくお願いします。はい、はい、ということで、あの4年前にゆずきちゃん、当時小学6年生のゆずきちゃんにローキックを食らってるんですけど、はい、まずそちらの動画を見ていただいて、はい、
せーので行こうか。よっ。言ってます。はい。あ、お願いします。大人がね、じゃあ行きましょう。せーの。痛い。今度こいち。こいちの水ちゃんの、はい、ローキックを、はい、大丈夫、はい、知らないよ、はい、明日ロケするんでしょ。いや言うて僕はあの生足で食らってますから現役時代は。なるほど、はいはい、大丈夫ですよ。その中学生のローキックで痛いとか言わないかなと。そうなんですね、はい、なめんじゃないぞ、はいはい、じゃあ右と左と時の方でどっちでもいいよ。じゃあ右で行きます。ここだよ、ここ。はい。どっちからいいか。はい。ここでしょうか。こうね。こうの方がいいですね。じゃあ、遠慮いらないからね。はい。ここでね、ここ。はい。今、遠慮いらないからって言いました？はい。目がつけてますから。はい。どっちですから、大丈夫。はい、本当にリアルにあんまり痛いふり、痛いあれしないですよ。あ、もうやらせなしで、はい、あのまたあそこあちらの方にやらせはあかんやろって怒られちゃうんで、はい。やらせなしでお願いします。やらせなしでいきます。はい。はい。はい、じゃあ行きます、行ってね。行きます。はい。ちょっとね、場所が大丈夫だったね。大丈夫じゃん、はい。画角と、あ、ちょっと、はい、いいですね。はい。はい、大丈夫です。なんで顔赤いんですか。いや、うんじゃねえわ。ちょっともうちょっと上だったらやばかった。あー、なるほど。じゃあもう一回行きますか。いや、一緒に行け。はいはいはい、じゃあ次、はい、シュリ選手は次何でしたっけ。前3発だったんだよね。3発目つぶったらいいですか。じゃあ大丈夫ですね、はい、じゃあせーのって言ったらいい。あ、わかりました。はい、あれお名前言いました。お名前言いました。はい、行きましょう。はい、はい、じゃあ、やらせはなしで。あ、グローブ良かった、おっ、表の大きいやつ良かった。はい、はい、3発です、ね、これからプロになってますから、はい、覚えてない、コンビネーション、まあ変えてもいいよ。パンポンポン。じゃあ3発大丈夫ですか。思いっきりやってくださいね、はい、もうやらせなしで、はい、あのちょっと今日あのやらせビビって今日来てる人いるんでまたビビっちゃうんでやってやってください。じゃあお願いします、はい、あ、お腹3発だっけ。お腹3発、はい、じゃあ行きますって言ってからやってくださいね。はい、はい、最強ですから。はい、はい、行くとき行きます、行くとき行きますってください。はい、来い、待ち来い、はい、ね、あの3発だから。ちょっと、いや、どうしたの。嫌じゃなくて、そんなあの試合の感じ行こう、はい、試合そんなゆっくり行けないの。いや、今の何なの、今の何なの。いや大丈夫、一発目分かったら、ポン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 、リズム、はい、リズムでいこう。はい、よけちゃったね。よけちゃった、よけてましたね今、体よけてましたよね。やばいっすよね。いいんすか、プロだから体。はい、はい、じゃあちょっと待ってじゃない、ちょっと待ってじゃない、ちょっと待ってじゃない。チャンピオンお願いします。チャンピオン、はい、やべえ、ちょっと俺4年前の有田さんに言いたい、はい、なんでミドル。ミドルじゃないですか。ミドル、ミドルも全然あるんです。ミドル、ミドル聞いてしまう、はい、今高校生だっけ。高1、高校生、もうあの高校生も大人と一緒ですから。はい、後ろ行こう。はい、ミドルがやばいね。大丈夫です、大丈夫です。ここ、はい、ここ、はい、行きます。じゃあちょっともうせーの、俺怖いんで。わかりました、はい、はい、せーの。どうしました。お尻から目ですか。はい、お尻じゃ、いや、お腹にしましょうよ。さっきだって対決してる。はい、そうですね、はい、じゃあ行きましょう。はい、ちょっとあばらだけね気をつけてもらう。まあチャンピオンなんで言っても、ね、はい、じゃあ大丈夫です、はい、じゃあ行きますって言ってからお願いします、はい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 、行きますって言ってからお願いします。行きます、はい。大丈夫です。
大丈夫ですか。はい、どうですか。じゃあ皆さんちょっと並んでいただいて、はい、スワップさんどうした、顔真っ赤ですけどどうしたんですか。はい、はい、はい、ということでね、今日皆さんお忙しい中ありがとうございます。はい、はい、あの鶴崎さん、はい、この間このこういうロケがあって吐いてましたから、ロケの後に今日ちょっとね、この後どうなるのかが、はい、じゃあ皆さんちょっと一言ずつ最後、まあ今後の抱負とかねもらって終わりましょうか。有田さんの首ちょっと首痛い。はい、じゃあ堀田優月選手から、はい、はい、試合の告知も一緒にお願いします。はい、4月に試合がゲンスポーツで決まっているので、そこできっちり勝って、はい、その後プロデビューにつながるように頑張っていきます。はい、なんかミネルヴァの人もちょっとデビュー戦を考えてるみたいですよ。はい、とりあえず次の試合勝たないと、はい、ということですね。はい、堀田優月さん頑張ってください。ありがとうございます。はい、次は修理選手。自分も4月14日に試合決まってるので、ここでしっかり勝って次タイトルマッチ組んでもらえるように、まずは倒して勝ちます。タイトルマッチですね。はい、はい、じゃあちょっと頑張ってください。はい、はい、じゃあ最後はチャンピオンお願いします。はい、次の試合でしっかり勝てるように今のうちに強くなって次の試合に挑みたいと思います。はい、まあ、有田選手には2階級ねちょっと取ってもらいたいです。2階級今までいろんな人挑戦してチャンピオンになったのはマリ選手しかいないので、はい、なかなかね、そのマリ選手ですら3階級目はなかなか厳しい状況で、そうですね、鶴ザップさん、はい、はい、ということで未来のチャンピオンから4年後今日も現チャンピオンですからね。はい、はい、ゆずき選手もアマチュアでベルトいっぱい取ってね、大変なことになってますけど、首里選手も無敗だしね、はい、ていうかさ、あんた大丈夫か、若いけど、また4年後来ます。4年後、はい、死んじゃうよその今度は。はい、ということで未来のチャンピオンカレー4年後でした。はい、ありがとうございました。